ない一心にございました。申し訳ございませぬ。すまぬ。そなたのことではない。ナミ、これをそなたに授けよう。これを読むことがわしへの夜伽じゃ。下がって休むがよい。仏に帰依し、経を読んだとて、その荒ぶる魂を抑えることなどできまい。宇佐美が居城、琵琶島城に火を放ったは、長尾正景に相違ないか。あ、正景の企みに相違ないと思われまする。焼けたは城の一角にて、いまだどちらにもつかぬ宇佐美殿を脅したものと存じまする。脅されて正景方につくようなものか、宇佐美は。大隈、そちと同じく代々守護の上杉家に仕えておったな。はあ、いかにも。我が父上に負けてからもこの長尾家に仕えぬとは、宇佐美という男、なかなか忠義に厚きものじゃ。殿、我が大隈家は早々に寝返った不忠者と仰せになられまするか。そうは言うておらん。皆それぞれに生き方があろう。要はいかなる信念に従うかじゃ。殿、宇佐美をあまりお褒めになられては困りまする。お父上に負けたとはいえ、三部市ヶ原の合戦にてお父上をあわや討ち死の際まで追い込んだのは、その宇佐美にほかなりませんぞ。さよう。お父上はそれを機に家督を譲られ、間もなく見まかられた。宇佐美はいわばお父上の仇にござる。宇佐美からすれば、父上こそ守護に背いた逆臣であろう。その宇佐美殿が正景方に組みするとなると、これはなかなか厄介にござります。